はい、どうも皆さん、こんにちは。今回はですね、ホームセンターでウツボカズラを買ってきたので植え替えしていきたいと思います。いやー、最近ね、ちょっとホームセンターちょこちょこ回り始めるようになってきたんですけれど、遅えよって話なんですけれど、ちょっとね、視聴者さんが結構育ててる方が多いウツボカズラをね、買ってきました。まあ私もちょっと育ててみたいとは思ってたんですけれど、まあ、場所の関係でね、ずっと敬遠してたんですけれど、まあ場所はなんとかなるだろうっていうか、むしろ設備がほぼほぼない状態で管理した方が、まあなんか、もしね、こう質問とかいただいた時にむしろ答えやすいかなとか思ったので、まあ、試しにね、ちょっと、うちあんまり定置性のネペテスいないので、ちょっとこちらをね、育てていこうと思っております。まあ、よろしかったらね、ぜひ最後までご覧ください。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それでは早速、紹介をして、植え替えをしていきたいと思います。ということで、まあ、早速ね、何買ってきたか紹介したいと思います。今回買ってきたウツボカズラたちが、こちら。じゃん。もうわかんない、パッと見ね。何のウツボカズラかパッと見わかんないと思うんですけれど、こちらです。ガヤとベントリ。まあ、ガヤに関しては、ちょっとね、気になってはいたんですよね。なんかすげえ育てやすいらしいじゃないですか。カーシアナ×ベントリ×マキシマ。らしいです。間違ってたらごめんなさい。で、こっちはベントリコーサ。くびれが特徴的なやつですね。はい。で、今回この2つ育てていきたいと思っております。まあ、どちらもね、かなり育てやすくて初心者さん向けかなとは思ってますので、そこら辺もね、ちょっと、この管理だったら意外と設備なしてもいけるよみたいなのをお見せできればなと思ってます。それではね、早速植え替えしていきたいと思います。今回の用土はね、水苔じゃないのでちょっと参考になんないかもしれないんですけれど、最近ちょっとね、水苔以外で植えたいですみたいな方が結構いらっしゃるみたいなんで、まあそういう方にはもしかしたら多少はね、参考になるかなと思うので、まあよかったらね、見ててください。ではでは、まずガヤからいきましょうか。はい。だいたいね、こういうのは、こんな土。うん。ちょっとやっぱ初心者さん向けではない。あ、猫折れちゃった。ちょっと初心者さん向けではない用土に植わってますので、まずはこれを落としていきます。でも結構ね、水あげたばっかりなのか、しっとりしてるので、本当はシャワーとかで落とした方がいいです。ざーっとね。今回このまま崩しちゃいます。私がね、こういう定置性のネペンをやり出すことになるとは思いませんでしたね。はい。で、まあ、映像というか、これで見る通り、かなり根っこ細いので、ちょっとね、注意して植え替えをしてあげてください。で、このタイミングで、これ脇芽かな？このタイミングで枯れ葉を少し取ってあげると、まあ、植えた時の見栄えがいいかなって思ってます。で、今回使うのは長鉢。まあ、ぶっちゃけ言ったら、この手のウツボカズラは、そんなに鉢にこだわりなくてもいいとは思うんですが、うちはなんとなくこれが、好きなので、ただこれに植えるってだけです。なのでお好みの鉢で植えてあげてください。まああんまりね、通気性良くないもので植えない方がいいと思います。で、今回使う用土がこちら。ちょっと今回は少しだけ配合をいじってます。鹿沼土ちょっと多めで、赤玉土と日向土で少しだけピートモス入れてます。うん、カラカラになりすぎないように少し保水性足したって感じですね。今回これでいきたいと思います。何対何対何ですかって聞かれることあるんですけれど、あんまそこまで厳密にやってない。割と気分でやっちゃってるんで、ちょっとね、よろしくないですね。はい。ということで、まず鉢底石から入れていきます。はい。で、用土をさーっと、これ便利ですよ。よかったら使ってみてください。
で、ここまでやったら、ウツボカズラは楽ですね。こうやって、引っ掛けられるの。これの周りに入れていきます。で、まあ、一応補足しておくと、まあ、この視聴者さんが、どれぐらいね、食虫植物やられてるかわかんないですけれど、一応補足しておくと、有機質の用土は使わない方がいいと思います。まあ、育たないこともないのかな、どうなんでしょう。もともとこの子たちの自生地って、そんなに栄養がある場所に自生してないので、うん。あんまり有機質の用土はおすすめしないです。もしウツボカズラだけ食虫植物育てる方は注意してみてください。まあ、ちょっとグラグラしてるんですが、多分水あげではキュッと締まると思うので大丈夫かなって思います。一応こうやって、カッコつけて砂利系の用土で植えてますけれど、初心者さんは結構質問あるんですが、多分水苔の方がいいと思います。まあ、少し微量の栄養素あったり、意外と管理がしやすいんですよね。成長も早いですし。私はね、もうこれに慣れちゃってるので、これでいきたいと思います。ではね、ベントリコさんの方もやっていきたいと思います。ベントリってね、結構ずっと前から育ててみたいとは薄々思ってたんですが、結構でかくなるじゃないですか、この人も。うん、だから、ちょっと、検してたんですよね。ちょ、ネッペンはね、やりたいんですが、場所がね、すぐなくなっちゃうんですよね。楽しいのは、重々承知しております。はい、ということで、2つとも完成しました。やっぱ長鉢、収まりが良くて、結構私気に入ってます。はい、ではこれをね、上からさーっと水かけて、綺麗にしていった後に、ちょっと育て方とかね、管理の仕方とか、あと最近いただく質問の、なんか返答なんかもしていこうかなって思います。はい、ということで植え替え完了いたしました。まあ、やっぱりさっきも言ったんですけれど、長鉢がね、私は結構気に入っております。で、まあここからの管理とかについてなんですけれど、一応どちらもかなり強肩です。他のウツボカズラに比べて結構育てやすいっていうことなので、まあそんなに設備とかを気にする必要はないんですが、まあ、多少やっぱり湿度があった方がおそらく袋はつけやすいかなと思います。まあうちでは、まあ、定置性っていう面で言うと、一応アラタとか、まあ、ミランダがどうなのかはちょっとわかんないんですけれど、あと ST パシフィックスとか多分系統は似てると思うんですよね。うん、ベントリの血が入ってるし、まあ、そういうのを踏まえると、まあ、ほぼほぼね、まあ言い方悪いですけれど、ほったらかしで結構育つイメージがありますので、まあそんな感じで管理しようかなとは思ってます。で、まあ試しに今回はなるべく設備をほぼほぼ使わない管理でやりたいなとは思ってるんですが、果たしていい条件の場所があるのかどうか、まあ、本当は外にほったらかしてみたいところではあります。ただちょっとさすがに暑すぎる気がするので、うーんって感じですね。まあ試しに外管理もやってみたいなっては思っております。はい、なのでもしね、絶対枯らしたくないって方は、まあ全員そうだと思いますけれど、絶対枯らしたくないって方はちょっと部屋の中から様子見てあげて、ですんごいたくさんの光量が必要かっていうと、意外と多分そこまで強い光量は必要ないと思うので、まあ、ほどほどの光を室内の窓辺の光だったりとか、まあ、LED ライトとか、まあ、そういうので与えてあげれば結構ぐんぐん育つんじゃないかなとは思っております。はい、とまあこんなのがざっくりした管理ですね。冬は冬でちょっと多分処置が必要だと思うので、まあその時は結構でもこの子たち低温にも耐えられるとは思います。はい、でまあ一応こっからじゃあ質問というか、結構最近いただく悩みなんですけれど、用土水苔にした方がいいですか、砂利系がいいですか。まあ、結論どっちでもいいと思います。もうこればっかりはね、人によるとしか言えないので、うちはこっちの、まあ、砂利系の管理が多少分かってきたかなって、まあ完璧じゃないですけどね、多少は分かってきたかなと思うので一応砂利で管理してますけれど、あんまりこうなんでしょう、
初めてウツボカズラ育てるって方は水苔の方が情報量がまず多いので水苔の方が相談しやすいと思ってます。あと植え替えがしやすかったりとか、あの微量の栄養素とかがやっぱり結構生育には違いが出てくるのかなって思うので、そういう方はね水苔まずスタートがいいとは思います。で水苔いいんだ、じゃあ砂利で植えちゃったから水苔に植え替えようってまでする必要はないかなと。こう植え替えの方がストレス強いので、 そんな何回も何回も植え替えしてまで水苔にする必要はないとは思うんですけれど、まあ、一応おすすめは水苔っていうことはお伝えしておきます。で2つ目ですね、袋が枯れちゃう問題、こんな感じね。これはもともと枯れてたんですけれど、まあどうでしょう、まあうん、でもここら辺の子は多分そんな枯れないと思うんですけれど、うん、なんかあんま枯れそうなやつないな。植え替えの影響なのか環境の変化なのかで結構葉っぱが枯れちゃう、袋が枯れちゃうっていうのを結構お問い合わせいただご質問いただくんですけれど、まあ、まずそのさっき言った通り環境の影響で結構袋が枯れたりはすることはあります。ただ結構強い子に関してはそんなにね植え替えでもなかなか枯れたりしないかなっては思ってます。なので例えば結構日光不足が目立つとか水切れがすごいとか光量がすごい強すぎるとかっていうのがもしかしたら影響かもしれないので、まずはね心地よい環境にしてあげることを意識してあげてみてください。はい、あとは袋をつけません、これも結構よく質問いただくんですけれど、まあ多分ですけれどこれも同じで日光不足か湿度不足がまあほぼほぼメインで、その2つが要因としては挙げられるかなって思ってます。栄養不足ってことは多分ほとんどないと思います。基本的に栄養なくても一応成長はするので、うん、なので基本一番やっぱ大事にしなきゃいけないのは湿度と光、あと水ね、水切れをしないようにするっていうのが大事かなと思いますので、まずはねそこをまあ調べてみるのが一番いいと思います。品種名とか種類名名前ですね、ウツボカズラの名前入れてあげれば育て方っていうかどういうところで管理さどういうところに自生してるかっていうのが分かるので、まずそれを見ていただいて、ああだいたいこんぐらいのあったかさなんだ、こんぐらいの湿度なのかなみたいなのをなんとなくこう調べてみるっていうのは結構大事なんじゃないかなって思います。まあ聞けばわかるんですが自分で調べてみるっていうのもね一個楽しみだと思いますので、ぜひ自分の力でね調べてみて、育て方マスターしてみてください。もしね、今回の動画で質問点だったりとか、あとはウツボカズラについて、まあ私の分かる範囲でお答えしようかなと思いますので、まあもしそういう方もね、ぜひコメントで質問いただければと思います。はい、立派な袋をつけられるように頑張りますので、引き続き、よろしくお願いいたします。まあちょっとでも参考になった方は、ぜひ高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではね、また綺麗な袋をつけた時に、動画撮りたいと思いますので、それまでお待ちください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。